ちは、児玉修司です。今日は前回作ったでいいのかな前回作ったって大丈夫ですね。大丈夫ですか。あのそばチョコ、これ手ぬぐいと一緒に販売予定なんですけど、これの削り、そこの削りの仕上げの方をやっていきたいと思います。その前に、あれですね、なんすか、打ち合わせ、どうでしたか、打ち合わせは。あ、打ち合わせ、なんとかとりあえず、やりたいことは伝えました。はい。で、デザイナー、合ってる？はい、合ってます。デザイナーの方に、一応やりたいことを伝えて、で、僕が書いた、挿絵の方はお渡ししてきて、今デザインを考えていただいてるところで、まだちょっとどんなのが出来上がってくるかわからないですけど、いいのが、かっこいいのができると思いますんで、よろしくお願いします。手ぬぐいをちょっとこの春に作りたくて、それをちょっとデザイナーの方と打ち合わせするのに今日は来てます。はい。で、今からこの僕の描いたシルエット、器のシルエットですね、これを使って、で、どういうデザインができるのか、どういう、こう生地にするのか、抜き染めにするのかっていうのをちょっと今から打ち合わせしていきたいと思ってます。オンラインで販売したいと思ってますので、またそちらも随時、発信していきたいなと思ってます。一応ね、こういろいろシルエットのやつは描いてきたんですよ。はい。全部違う種類で、これ22枚あるかな、はい、うん、これをまあそのこういう感じでランダムに行くのか、はい、もしくはこうなんていうんですか、モノグラムみたいなこう一定の距離を取って斜めとかのこの格子状っていうのかな、で行くのか、その辺をこれとセット、そうちょっとセットですね。はい。これはなんでそばチョコと、外になんかこういい季節になんかこうそばチョコでも外に持って出て、ちょっとこうお茶などコーヒーなど飲んでいただければと思いまして、ピクニックとかにこういう割れ物を持っていこうと思ったら何か包まないといけないじゃないですか。その包むのに手ぬぐいがあったらちょうどいいんじゃないかっていうことで、手ぬぐいとセットにしようっていうことになりました。それ用の手ぬぐい、でもまあ一応普通に使ってもいただけるんですけど、染めにも一応ちょっとこだわったりしてやろうとしてます。じゃあまた完成したらちょっとお披露目と言いますか。そうですね、紹介できたらなと思ってます。まだいつになるかはわからないけど、ちょっとわからないですね、まだ。意外とちょっとデザインの方が時間かかりそうな感じなんで、調整にいろいろこう時間がかかりそうな感じがこの間の打ち合わせでしたので、ちょっとまだいつになるか分かりません。今日はそれの削り、削りですね。はい、もう始まってますけど、これこの下についてるこのこれですか。そうですね、それはこれ知ったって言って、削る時に土台になる、これも土なんですけどね、乾いた状態です。これまあいろんなシッタ使う方いらっしゃいますね。素焼きしたものを使う方もいれば、まあ何でもいいんですけど、ろくろに一応固定できて、で、まあ作品がスポッてはまれば、どんなものでもいいですね。これはどういうためにこれをつけて、削りやすくするためですかね、やっぱり。はい、固定するのに。でも起こす、ポコッと外れるんですけど、こういう感じです、うん、これをこういう感じで入れて、で、まあ、中心をある程度取って、でちょっとかますんですよね、グッグッと。じゃこれでしっかり固定できますから、削った時とかにこう動かない、動かないようにですね。で、まあ、一応こう手で押さえながら削るので、どうしてもゴム手袋か何かをしないと、まあ1個とか2個とかだったら大丈夫なんですけど、多くなってくるとこの手の皮がどん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 薄くなっていくので、手袋をしながらやってますね。これは表面も削るんですか。表面ね、結構まっすぐにしたいんで、こうカッターナイフの刃ですけど、こういうの使ってまっすぐ綺麗に、で
最初はじゃあまっすぐじゃないっていうことなんですね。まあある程度はね作った時にまっすぐにはしてるんですけど、削りでもうちょっと整えて全部削る作品もあれば、あのそこだけしか削らないものもあるんですけど、これはあれですかね、今溝の部分というかこの中をねちょっと掘り込むんですよね、こういう感じで平らなとこからで、こう足を、僕はここの部分、溝の部分は溝というか脇の部分は結構丸く仕上げるのが多いですね、この部分ですね。これ作り手の人によってはここはこう鋭角にする人もいますし、いろいろですね、ここ人によっていろいろですね。この高台の部分で結構その人の特徴が出るみたいなのも言われたりしますけど、これをどん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 やっていくんですよ。結構けど薄いですよね、この分厚さというか。そうですね、これ 200g、 この間も多分言ってたかな、 200g で作ってるのでだいぶ薄めではありますね。厚さはこれ大体普通の器とかだともうちょっと太い感じですかね。まあそばチョコなんで、こうそばをつゆにつけてこうそばをすすりますよね。すすった時にこう響く音みたいな、スルスルってズルズルってそばをすすった時に響く音がまあ軽やかに聞こえる方がいいから薄く作るとか、そういう風なことを言ったりもするんですけど、そばチョコに関しては。でもまあ湯飲みとしても使いますから、それなりに熱くてもいいのかなと思ったりもしますね。そばチョコは熱いものを入れたりもしますからね。でもまあこれは比較的薄めではありますね。持った時にまあちょっと軽いかなと感じるぐらいの厚みにはしてます。今乾いてると思うんですけど、前の作ったところから何日間ぐらい今日は乾燥というかさせるんですか。まあ今の時期だったらもう次の日には削れますね、大体。はい、季節によって。季節によってですね。でまあもしちょっとすぐに削れなかったら発泡スチロールとかに入れて、またもうちょっと時間を置いてから削ったりっていう、まあ工程によりますね、その辺は。なので今これちょっと黒い状態ですけど、あの完全に乾くともう白くなってきますから。1回目の焼き終わった後の色みたいな感じに。そうですね、あんな感じでちょっと白っぽくなってきますから、タイミングを見計らって削れる範囲で、まあ爪がちょっと刺さるぐらいとか硬さのタイミングみたいなの、柔らかめで削ったらこう柔らかい雰囲気になりますし、カチッとこう結構しっかり形を決めたい場合はちょっと固めで削ったりします。あとはこれをじゃあひたすらはい削っていくって感じですね。このそばチョコはまあなんか他になんかこだわりポイントみたいなのあるんですか。こだわりポイントは大きさですかね。やっぱこうそばチョコって多分規格があるのかな。結構江戸時代ぐらいから残ってたりもしますけど、そばチョコ図鑑っていうのを僕一回見たことがあって、それであった大きさをなるべく忠実に再現しようとしてやってます。なので普通のそばチョコよりもちょっと小ぶりかな、僕のは。はい、江戸時代の時のそばチョコってちょっと小ぶりなんですよ。あ、そうなんですね。なのでそれを一応踏襲したような感じというか、それこそ前にも言ったかもしれないけど、食文化とお茶の文化とそういうのが相まって、いろんな形とかいろんな様式とかいろんなデザインが出来上がってきてるのが日本各地に民芸としてあるので、なんかやっぱそういうのをもうちょっと掘り下げていったら面白いのかなと思いますけど、なんか今はもう作るので精一杯感じになってますね、いろいろ。けど昔の陶器と比べるとなんか形とかは変わってきてるんですか。その変わってきたにもしてると思います。やっぱりお茶碗なんかはなんかやっぱり大きさとかがだいぶ変わったみたいな
昔のお茶碗ってすごくちっちゃいんですよね。おばあちゃん家とか行ったお茶碗ちっちゃくないですか。浅い、平たい、ちっちゃいです ね温泉旅館とか行ってもちょっとちっちゃめじゃないですか。あれやっぱ戦後の日本で食料に結構困ってたからお茶碗ちっちゃめだったらしいんですよ。でも高度経済成長とともに食べる量も裕福になって多くなっていったから結構なんていうかな、90年代、80年代から90年代のお茶碗ってちょっと大きめなんですよね。でもまたなんかちょっと小さいお茶碗のブームというかそういうのが来てますよね。でもまあそういう風な感じで形とか大きさとかそういうのって多分時代によっていろいろ変わってきたり、その時代にまああった形に自然と集積していくのかなと思いますね。形とかなんかそのそういうのいろいろ結構調べたりとかもするんですか。なんかその調べたりもしますよ。やっぱり昔の作家さんというか昔の作り手どんなの作ってたのかなとか、なんかまあ今のもちろん現代作家さんもどんなの作ってるのかなとか、これを乾燥させて、次素焼きという工程になっていきます。これは完成までもうしばらくかかりますのでお楽しみに見てください。ありがとうございます。